首里城出ましたね。ベーターですね。首里城。いやなんか国際通りとかでいいじゃん。国際通り。ウミンチュ T シャツ。それは買えへんけど。ウミンチュ。南空内車ね。ありますね。ありますけど。肌様クラスになりますと、はい、ここですね。ガイドブックに載っていない外国人だらけの穴場。ほにゃららということなんですけど、何これ何これ、なんだろう、ですね、席立ちますね。立って説明するんですか。ボードで説明してくれるんですね。これ沖縄本島は縦に長いです、はい、で首里城に行くと空港から近くで、はい、国際通りもこの辺です、うん、この辺でまったりしちゃうと、この辺で一日終わっちゃうんですよ。で国際通りや首里城はいずれ行く機会があります。羽田さん教員免許持ってます。びっくり来ましたね。でまずね、あのね、沖縄に着いたらレンタカーを借りるんですよ。レンタカーは安い。沖縄のレンタカーは安いですよね。安いですね。安いんですよ。本当に安くて。そうなんですか。なんかいわゆるリゾート地やから高いようなイメージでしたけど。いやいやいや、もう全然安いんです。レンタカーを借りて、はい、私はこのね58号が大好きなので、58号でこうずっと行くとここに基地が見えてきます。嘉手納基地が、はい、基地、この嘉手納基地のちょっとこの外れたところに、これが沖縄についてアメリカを感じる場所があるんですよ。こちらが羽田様がこっそり通っているシーサイドリストランテ。羽田様お気に入りはこのテラス席。青い空と青い海が一望できます。客の7割が外国人。ガイドブックにも載らない超穴場スポット。メニューが全部英語ですよ、しかもお金がドル。実はこの店、嘉手納基地内にあるため、メニューは全てドル表記。さらに、僕ドル持ってないんですけど大丈夫ですか。円でお支払いも可能になります。そして羽田様がいつも頼むのがこのフルーツジュース。ちなみにこの店人気ナンバーワンメニューはボリューム満点、本場の味が楽しめるクラシックチーズバーガー。さあここでクイズです。この後さらにですね、スタッフが驚愕したこと